どうも、高井です。あなたはどんなボールペン使っていますか？私は使用頻度の少ない赤ペンに関してはこういう120円ものを使っていますし、使用頻度の多い黒ペンに関してはこういう高級な2万2000円前後のペンを使っています。これは最近買いました。果たしてどちらの方がコスパがいいのかって話になっちゃうんですけど、120円もののペンであれば中のリフィルはおよそ58円ぐらいですよね。ただ、インクを使い切った時にそのリフィルを買うかと言ったら、おそらくほとんどの人は、インク入れたが新しいのかをって言ってリフィルじゃなくて新しいボールペンを買うと思うんですよね。あなたはどっち派ですかね。わざわざインク入れ起こったらリフィル買います？まあその甚だ疑問ではあるんですよね。ただこういう高級なペンであればインク入れが起きたら新しいリフィルを買った方が、正直新しいペンなんてお金がもっとかかるから買いますよね。ではこういう安い120円のペン、どれが書けるのかってことです。およそルーズリーフだと10枚から12枚前後書けます。でインク切れが突然起きます。これが100円ものでもっとお安いペンになっちゃうと、インクを半分使い切る前にインク出てこなくなっちゃったりするので、そういう事故が発生しないためにも最低でも120円ぐらいで使ったりします。次に高いペンなんですけど、私はリフィルは主にシュミット製使っています。3本入りで1200円、そうすると1本あたり400円だよね。で1本もののだと500円だったりするので、果たしてこのペンでどれが書けるかというと90枚か100枚ですね。そうなってくると、こちらを4本買って4本使い切るごとにこちらその倍ぐらいかけちゃうという計算になっちゃうんですね。だとしたら最終的にはこちらリフィルをもし買って使い続けたとしても、コスパ的にもこっち良くないですか。書きやすいし見た目もいいしということで、なので最終的には私は高級なペン買った方がいいんじゃないのっておすすめいたします。もしためになりましたらグッドボタンお願いします。それではチャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。